前回は、ボディの電飾と、塗装を試み、ミニ四駆のかっこよさに迫ろうと、奮闘努力を重ねましたが、ぼっきり折れました。この企画も折れてしまうのか？本 MA 改造計画は大ピンチを、迎えています。しかしこんなトラブルは、多くの先達が通った道です。最初からうまくいくマシンの、改造なんてない。ゴールが約束されているセッティングなんて、ありはしない。自分の思いを形にするからこそのミニ四駆魂。今こそ見せてやるのです。しなやかな底力、というやつを。そして、忘れてはならない。我々には心強い味方がいることを。瞬間接着剤、こと、瞬着、があるのです。と呼んで、万能修理道具、瞬着があれば、もう大丈夫。頑張れ僕らの瞬着。負けるな、僕らの瞬着。ミニ四駆企画の未来は君にかかっている。果たして、電飾か、全塗装ボディは完成するのか？それでは、今回も始まります。こんにちは、見たいもの作る企画、主任の僕です。こんにちは、通りすがりの助手、F1 です。今回は、心もぼっきり折れちゃったボディの、修復からやっていきます。ものの見事にぼっきり言ってますが、万能修理道具、瞬着さんがあれば、あっという間に元通りです。はい、完成、さすが、万能。曲がってない？これ。ほら、ちゃんとくっついてるでしょ？あ、確かについてるね。これなら上から塗装をちょい足しで、十分いけるんじゃないかな。ちょろっとそれ貸してみ、F1 くん。大丈夫、悪いようにしないから。そういうのは、悪いようにする、時に、言うセリフです。おお、いいね。これなら他の部分も簡単に固定できるね。他のところも接着しておこう。あ、そんなに使っちゃ後が大変だと思うんですけど。じゃあまあなんとかなりそうだし、待ち時間で他の部分もかっこよくしていこう。他って？うん、これだ。スイカタイヤを採用したのはいいんだけれどね、このホイールの緑色ってちぐはぐじゃない？あ、確かに白、青がメインカラーのシューティングプラウドスターが完成したらかっこよさを邪魔するかもしれませんね。だろう？だからこいつを塗ってみた。お、良い色合いですね。だろ？ボディの仕上げの青を入れるのに買っておいたんだよね。んで、タミヤの文字モールドの部分があるから、ここに白を入れたいわけさ。ほうほう、何気に難しくないですか？マスキングテープを貼って、フラットホワイトを塗る。上から溶剤で拭き取る。ハゲてる。誰がハゲか。いや、だから主任さんハゲてます。悪質なデマはやめろ。いや、だからホイールの方。あん？うわ、なんじゃこりゃ。なんか思ってたんと違う。もっとこう余計な白だけがなくなる感じで、文字がかっこよく。塗料の食いつきが悪かったみたいですね。それと多分材質との相性も良くなかったのですよ。相性？材質？下地がアクリル塗料、重ねる色もアクリル塗料とかすると、下地も上の溶剤成分で溶け出しちゃうんですよ。ああ、そうか。そういや、そういうの聞いたことあるな。シューティングプラウドスターも、下地は、パールホワイトのラッカー使って、上からアクリルのガンメタルとか、ゴールドリーフとか塗ってたでしょ？それと材質の差も出たのですよ。材質の差？既存のボディやシャーシとかは、ポリスチレン。ホイールや MA のモーターカバーとかは、ポリプロピレン。最近の VZ とかはアクリロニトリル、ブタジエン、スチレン。通称、ABS。別売りされてる軽い透明ボディはポリカーボネート。ああ、ポリプロピレンは耐薬品性があるのか。そそ、つまり塗料が乗りにくい、食いつきが悪いってわけですよ。なるほどね。まあホイールは予備もあるし、やり直すか。モデラーさんたちが塗装前にサンドペーパーとかかけるのはそういう兼ね合いか。塗料の食いつきをなんとかすればいいんだよな。そうですね。いい方法とか思いつきましたか？なら、文明の力ってやつに頼ってみるよ。して、どんな？食いつきを良くするアイテム。密着！
中盤のドラえもんできましたか。本当に、この人は、へえ、便利な世の中ですね。あ、ポリプロピレン対応とか書いてあるし。これでうまくいくならドレスアップには、強力な戦力では?だろ?できるってんなら試してみたいわけよ。そういうとこは立派です。で、城の文字の解決策は?これさ、ウェザリングホワイト。何ですか?これ。まあ、ジオラマとか模型の汚しってのに使われるクレヨンとかパステルをスティックのりみたいにしてあるんだよ。へえ、そんなんのがあるんですか?しかも、水性なんだってよ。これを塗って水で拭き取れるってわけだ。それ、いけそうなんでは?だろ?早速チャレンジだわ。どうよ、このアップに耐えられる絵。お、これで勝つ。さあ、残りもこの調子で行ってみようか。いい。さあ、ちゃっちゃと作業してくださいよ。尺がなくなりますよ。まず配線を折らせよう。フロントは砲弾型の発光ダイオードを並列でつなぐ。そこからリアのチップ型 LED を直列でつないで抵抗も入れる。あとは電源だな。ヘテロタイプのコードを2本用意して瞬着で固定で、いい感じになるようにカット。ボディ側とシャーシ側の端子ができた。良い感じですね。でもってボディ側にオフピン、シャーシ側にメスピンを配線。なんでその配置なんですか。シャーシはこれからも改造する予定だからね。僕なら間違いなくピンを折りそうだろ。ああ、ガッテン。その反応にいささか不満を覚えるけれど、先の危険は排除しとかないとね。主任さんはネタ体質だから良いのでは。ほっとけ。ご利用は計画的に。でだ、こんな感じどうよ。お、目の部分が良い感じですね。テールランプもかなり感動しますよ。これよ、これこれ、これが見たかったのよ。超いいじゃんか。かっこいいぜ。ふふ。よし、塗装も仕上げるわ。できた。え、もう?ああ、いいね。これは、グッとくるものがありますね。これこそ、ロマンの輝きだわ。撮影とか、どこがいいかな。主任さん、主任さん、主任さんってば。何 F1 くん。ライト消えた。はあ、なんで。リアも反対側もついてるじゃん。なんでこれだけ。フロントはハンダ終わってがっちりと接着しちゃったんだけど。え、瞬着さんでがっちり塞いじゃったんですか。え、この状況から入れる保険があるんですか。だからないよ。で、どうします。主任さん、どうもこうもないだろう。俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめととどめ。ここはそういう場だろ。そのイケア、よし、2週連続のボッキリエンド覚悟で外しましょう。なーに、瞬着さんがいれば大丈夫ですよ。なんとかなりますって。よし、じゃあやるかい。うわーって怖いわー。あ、取れた。あぶねー。ち、今下打ちとかしなかった。いいから油断しないでサクッと前後柵に移ってくださいよ。そうだね。古いダイオードを切り取って新しいのをテスト。うん、いいね。細かいところは後で修正するから。これでよし、できた。こいつは、ああ、こいつはどうよ。かっこいい。光らせると、また、かっこいい。だな。ほれぼれするわ。じゃあ走らせてみようぜ。うん、はよう。飛べよ、シューティングブラードスター。
ずっと見ていたいね、これ。しっかり方も飛び方も良い感じですね。次は他のコースも試してみたいよね。そうですね。今回はかなり良かったですね。そうな、感無量だわ。次回からはコースを走るマシンにしていこう。それまでに LED とかの玉切れがないと良いですね。なるべく早くどっかで走らせよう。光らせるのって割と費用かかりましたね。そうな、あと2台くらいは電飾化しないと元が取れないね、こりゃ。期待してます。というわけで今回はここまで。次回は他のコースで走らせてみます。でもって次のかっこよさにチャレンジしよう。良いですね。ミニ四駆作って走らせようぜ。 MA 改造計画、見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録をお願いします。それじゃあまた次回。